こんにちは。ブンブンハロー YouTube ということで、YouTube コーナーですよ。何なんでこの入り。意外なる YouTube、まあ、先駆けの先輩を真似しようと。そうですね。そうですね。そうやね。けどもできてへんから。それは置いといてですね。今回はですね、YouTube が1月25日なんですけれども、2022年の YouTube の優先事項を説明する公式ブログを発表しました。はい、その中でですね、あのスーザンさん、CEO のスーザンさんのメッセージというか、で22年大事にしていこうと、優先事項みたいなことをですね、ずらずらずらと書いてくれてます。僕たちに手紙くれたんですかね。あ、そうですそうです。直筆で、直筆サインだけだけど、直筆、あれ直筆っぽいコピーじゃないの。いや直筆でしょ。あ、そうですし、あ、立てもらった時ね。あ、そっかそっか。でも10万人なんかいっぱいおるから、まあまあ、あの時も少なかったんですか。あ、少なかったかもしれないということで、スーザンさんがですね、はい、こういうことを優先してやっていくよっていうようなことが発表されましたので、ご紹介させていただきます。おう、ではその本題に入る前に一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。はい、今まで神尾 TV ではコロナに関連する日本のマスコミが報道しないような話とかですね、やばすぎる裏話なんかの情報をやったんですけれども、それやったらダメということで YouTube さんに怒られました。そして今規約ができまして、まあ、マスコミが言っているような今年言っちゃダメ、マスコミが言っていることの反対意見とか YouTube 一切言ったらダメという規約ができてしまいました。なのでコロナに関連して自由に発言できなくなってしまったので、今は別の SNS で最新情報をお届けしております。 YouTube は内容がやばすぎて消されてしまった動画もあるんですが、はい、そちらの SNS で復活させております。メルマガでのみ動画を見る方法をお知らせしています。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたが知っておいてほしいお話で、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となっております。ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。こちらスーザンさんからの、まあ、お手紙というかブログなんですけれども、はい、その中にこちらのように NFT と書かれてまして、 NFT ノンファージブルトークン機能を追加するということが発表されました。はい、はい、NFT はですね、例えば動画とか簡単なもので言うと NBA バスケ の、うん、あのそのダンクシュート、例えばそれをですね、ビデオのコンテンツにするとデジタルコンテンツなんでコピーが可能じゃないですか。しかしこの NFT を使えば、これはもう1個しかないというふうにできるわけですね。コピーはできますよ、コピーはたくさんできるんですけれども、オリジナルはこれでしかないと、所有権とかが主張できるということで、今、まあ、絵とかですね、デジタルの絵とか、あとデジタルの動画とか、そういうものに価値をつけて、そして販売できるという、ふうな世界になっております。それをですね、まあ、ね、他のコーナーでありましたけど、大学生が自撮り写真を365日撮ったやつを NFT にさ、何億で売れた、1億円稼いだというね、ちっちゃい子供でも NFT なんか稼いだとか。そう、去年の夏はそういう感じですね。なんかどう見ても僕でも描けそうやなって絵が何千万するとか、だからそれはもう流行り始め、こう NFT がまだ流行ってきたところやったから通用したいと思います。来年は無理だと思いますね、夏休みの、じゃあ YouTube さん早くやってくれるところを昨日だから、こういうふうにいろんな企業が NFTNFTNFT ってなってるっていうことは、もう成熟してきていると、成長成熟していく過程だというふうに、言えると思いますね。YouTube がやり始めた時には、僕たちクリエイターは積極的に乗っていかなければいけないということですね。で、まあ、この NFT っていうものを収益化ね、クリエイターがいろんな機能で今収益化できるようになってるじゃないですか。はい、まず初めはですね、そのアドセンス報酬、企業広告を乗っけることで、あのクリエイター側に広告収入がいただけるというシステムですけれども、あれも最初なかったわけですよね。でそれでできてきた、次はライブチャットとかでですね、ゲームの、実況中継してる時に投げ銭を送れるようになったと。YouTube で言ったらスーパーチャットかな。スーパーチャットね。YouTube 側が半分持っていく、クリエイター側に半分入るというようなシステムですけれども、そういうか形で、まあ、クリエイターのその収益を拡大することができるようになったというふうに言えると思います。そして YouTube はもうデフォルトで今機能として備えてますけれども、物販もできるようになってますよね、YouTube ね。でこちらも
いろんな方法でクリエイター、まあ言うたらクリエイターあっての YouTube ですから、はい、クリエイターに手厚くこう還元するというか、いろんなサービスを作ろうとしているわけです。その中で一つがこの NFT、うん、クリエイターがですね、例えばビデオ自体を、一本のビデオ自体をこの NFT として販売できるかもしれないということですね。映像コンテンツ、今の NFT っていうと画像、Twitter とかがやってるのはそのアイコンの画像を NFT 化したものを使えるよとか、うん、そういうふうになってるんですけれども、そしてその NFT をまた販売できて、はい、もう言うたら転売できるというような形になっているわけなんですけれども、まあ、そういう形になっていくかもしれないということですね、うん、YouTube さんのブログを見るとですね、特に NFT をやるよと、NFT を使えるようにするよと言ってるんですけれども、詳しい内容には触れられていません。何をできるようになるのかは分かりません、うん、ただクリエイターの新しい収入源になるというふうには説明されているということですね、まあ、例えばですね、クリエイターが NFT グッズを販売できるようになるということはまああるんじゃないかな、うん、まあ、自分ね、今から NFT やろうと思ったら、まあ、ちょっと知識言いますけど、うんうん、まあ、YouTube 簡単にその間やってくれるなら、そう、まあ、気軽にできますよね、うん、例えば写真とか撮ってあげる、まあ、動画もそのまま NFT にできるし、うん、絵描いて、まあ、スキャンしてでデジタルにしたらそれも NFT にできるというようなことが起こってくるのではないかな。そして今ですね、 NFT をNFT をこうやって販売しようとしたらですね、 OpenSea っていうサイトに登録して、そしてイーサリアムを、まあ、大体イーサリアムなんですね、はい、イーサリアムをちゃんと払って NFT 化して、結構高いんですよ、うん、1万円ぐらいかかるんですよね、はい、うん、だから売れへんかったらもう大赤字になってしまうようなものも多いわけです。ですがおそらく YouTube さんは気軽に NFT を、 NFT ビジネスをできるようにですね、うん、クリエイターが NFT 使えるようにですね、そういうのはまあなしになってくるんではないかなというふうには考えますね。いいですね。おそらくね、うん、で、この YouTube の中の人曰くですけれども、うん、2021年に YouTube チャンネルメンバーシップと有料のデジタルグッズはですね、なんと1億1000万回以上購入されたまたは更新されたということです。まあ、そのメンバーシップとか今あるじゃないですか、うんうん、あれ、まあ、言ったら月1回支払われたら更新、1回更新って数えられるわけですけど、はいはい、それにしても1億1000万回ですよ、うん、日本人全員、日本の人口ぐらいいるんで、全員1年に1回その YouTube のサービスをですね、更新したか、こうたかっていうようなお話になってくるんで、すごい数になってるんですよね。ここにはやっぱりクリエイターとしてやっぱり乗っていかなければならないと、うん、そしてこれから YouTube 始められる方にもですね、もう収入源はたくさん用意されているということで、うん、これからですね、まあ、NFT ってやってみたかったな、なんか興味あったけどちょっと難しそうでできんかったなというふうな人もですね、 YouTube に参加すればそれ使えるっていう話ですから、うん、はい、まあ、ある程度の条件あるかもしれないですけどね。でも、まあ、そういう未来がもう見えていたということですね、まあ、YouTube はね、昔に比べたらもうクリエイター側は収入を得る手段めちゃくちゃいっぱいありますからね。そうですね、僕たちはあんま使ってないだけであって、使ってない、うん、うん、使おうまあ別に YouTube で儲けることで、あ、目的ではないですけど、やってるわけじゃないですけどね、使ってみたいというのはありますね、うんうん、まあ、でもアドセンス広告だけでも、うん、まあ、僕らスタッフさん全部で10名ぐらいいますけど、うんうん、月々お支払いできるぐらいは利益出てますしね、自分たちだけやったら編集とかやってたらもうこんな本数出せないですけど、ね、あ、そうですね、命の力借りれることもできなかったんで、この YouTube の件もメンバーシップとかグッズ販売とか、うん、ね、スーパーチャットとかちゃんと活用していけばまだまだいろいろね、収益もあると思いますし、さら、ね、うんうん、に NFT っていうのも増えてくるということで、うん、NFT やろう、やろう。おー、ちなみになんですけども、ツイッターね、うん、ツイッター、あとフェイスブック、インスタグラムも NFT の作成販売する方法開発してます。おー、ツイッターはですね、有料プランの人、ブルーっていうサービス始まってますけれども、うん、有料プランの人に向けてプロフィール画像として NFT を利用可能にしてますもんすでに、うんうん、これ、宣伝ですけれども、はい、自分の、まあ、プロフィールだけですけどね、うん、まあ、こんな自分の顔がこうリアルタイムでこういうふうにこの NFT 化された絵に変わるとかそういう話ではないんですけれども、別にリアルタイムで通話するアプリじゃないんだよね、うん、ツイッターって、まあ、宣伝です。アイコンをこれにできるってだけの話ですね、うんうん、でもこれ、このアイコンええわと思ったらですね、買えるわけですよ、他の人が、うん、まあ、売り出してたらですけどね、うん、っていうようなことが起こってますよ、世界では。そして YouTube もそれに乗り出しますよ、そこに乗っていこうじゃないかと、はい、
というお話でございました。まあね、早くやってほしいですね。いつも遅いから。遅いしね。ほんで、うまくいかなかったらすぐにね、やめること。全然うまくいかない。いやいや。インスタをね、真似してストーリー作ってから誰も見てへんし、見てくれへん。TikTok 真似してショート作ってくれ誰も見てへんし。見てへんしね。まあでも、ちょ、うまくいってる人もいるわけですよ、それで。いる？いるよ。いないよ。いるいる、ショートとかリールとか、リールじゃない、ショートとか、ね、ストーリー、ショートとかストーリーとか使ってこう視聴者を伸ばしてるチャンネルもある。なんか薄い布着たお姉さんのやつしか見たことないけどなしか回ってへんのかな。いやでも筋トレ系とかですね。あ、そういうのもあるか。そういう芸人さん系とかですね、うん、結構あっこから流入してると思いますよ僕は。してないと思う、まあ、してますですかやっぱりそれを見る基準としましては、うん、まあ、今やったらショートですね、うん、ショートでどんだけのショート出してるか、はいはい、そして回ってるかっていうのを、あ、ショートでどんだけの動画出してるか、力入れてやってるかっていうのを見たらですね、うん、あ、この動画は、あ、このチャンネルはショートからの流入で増えてるんだろうなっていうふうな、憶測ができますよね、うんうん、で、まあ、今回は NFT なんで、はい、それでチャンネル登録者数が伸びるとかいう話ではないですけれども、うん、まあ、言うたらもうすでにある程度のチャンネル登録者がいるクリエイター向けになるかもしれないですけれども、それでもですね、もう YouTube を続けた暁にはそうやって自分を例えば NFT 化してですね、うん、販売に出せるとかそういう夢も持てるっていう話ですよ。 NFT 長者、 YouTube での NFT 長者でこれから出てくるはずです、うん、なぜかというと NFT というのはですね、転売ができるわけですよ、はい、転売、私からゆいちゃんが買ってくれました、そしてゆいちゃんから神代さんが買ってくれました、同じものをね、そしたらここの販売代金の何パーセントをここに還元すると、元の著作権者にずっと永遠に入っていくと、これ転売される限りね、うんうん、販売代金の 10% とかこっちが設定できるんですけれども、うん、前もってそれがずっと入るわけですよね、うん、ということは印税みたいな、ライセンス収入みたいな形になっていくことも考えられますんで、まあ、NFT がねめっちゃ盛り下がっていくとかいうことがない限り、もう未来永劫ですね、それが人気で売れ続ければもうすごい収入源になってか、なってくるということですよね。実装されたら毎日1個販売しよう、うん、そうしよう、そうして頑張ってみようか、まあ、これによってですね、うん、その例えばアニメーターだとか、まあ、クリエイター、本当に今まで収入源はまあ難し、収入にするのは難しかったけれども、まあ、世界に誇るようなそういう日本の、あの文化技術っていうものを持ってる人たちがいるじゃないですか、そういう人たちが守られるんじゃないかというふうに考えますね、うんうん、僕は、うん、これからだから楽しみな機能です。はい、西本さん頑張ってください、お願いしますというこれからもですね、YouTube のこんな魅力っていうのもね、このコーナーでお伝えしていきたいと思います。うん、あと冒頭で言ったコロナに関連してもですね、本当に皆さんお伝えしたいことたくさんあるんですけども、こちらは残念ながらちょっと YouTube では言えませんので、はい、の情報をお送りさせていただくと、まだの方はぜひメンバーの方登録しておいてください。動画欄にリンク貼っております。お願いします。この動画をここまで見られて、まだチャンネル登録しておられない方は、チャンネル登録もお願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いしま す。動画概要欄にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。 Twitter、Instagram のリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございまし た。目指せ NFT 長者七星のおぎりコーナー。よし、それは目指そうじゃないか実際僕たちはどんな NFT を出したら人気で出るんですかね、教えてほしいですね。僕はどんな、ゆいちゃんはどんな出したらいいですか。兄ちゃん服とかじゃないかな。服とか好きでしょ、ファッションとか。うん、うん、服のせいか、服をただそう、なんかゲームの中で使えるとかできるんじゃない。あ、オリジナルのってこと。オリジナルの服を作って販売する。はいはい、いう、いいって書いてるやつで、ね、僕は神谷さんはあれやん、いっぱい持ってる、金、お金、うん、お金を NFT 化して、あ、すいません、なんかね、しんみりしちゃってごめんなさいね。しんみりしてない、触れてます七星さんは。いや、僕はあれちゃいます、羊ちゃん、あ、滑ってるよね、滑るよね
僕はなんすね、やっぱりイケメンがいいかなって。もういいってイケメン、やめろやお前、イケメンいじりやめろ、誰も思ってへんて、やめろや、何回言わせんだよお前。やっぱファンに向けてイケメン、うるさいね、イケメンどう、イケメンってやめてくれ、イケメンって誰も思ってへんて、世界唯一のだからオリジナルイケメン動画ですよ。誰か突っ込んで突っ込んで、もうあと2人おったら誰がどこがどこにイケメンおんねんって突っ込みまくられんで。画面向いて、君の瞳に乾杯だよ。だから、それを、あ、だからそれを NFT が、そう言ってみて、なるほど、作ってみよう、一回。違う、NFT が実装された。君の瞳に乾杯。じゃあ、もっと本気で。いやいや、本気で言わへんわ、ブーちゃんは。本気で。ブーちゃん、お前が上や。お題がブーやわ。やめろやん。ファンに向けてやんか。違う。欲しい人もいいやんか。一撮影、一回いいとかやったら、まだいいけど。これ今日3回目やで、これ。これもう一生言わへんから、一生言わへんの。絶対言う、絶対言う、一生言わへんって、もうインスタディアムに書いといて。言って、本気で。僕ははけていくよ、本気で、本気で、OK、君の人、違う、無理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 、もう無理です。そんなんじゃ NFT とかない、乾杯せえへんもん。俺はお前の瞳にとか乾杯せえへんわ。分かった、うん。なんか滑ることに関してはメンタル強いのにね。イケメンやろ。いや、イケメンやない。イケメンってやれるもんじゃない。イケメンマンでセルフイメージかな、イケメンって。そう僕だって十何年前出会った頃からイケメンやなと思ったもん。いや17年言われたことない。今ネタで言うてるだけ。それイケメンのスタッフとかいるんで、それイケメンキャラは、うん、おじさんがこうね、いやいや言っても何も思んない。いや、そりゃそうやん。だからパッて言ったらおもろいね。いやいや、思んないわ。はい、どうぞ。本気で3、2、1、君の瞳に乾杯。これ NFT にするんで買ってください。このシリーズで、このシリーズでやっていこうと思います。シリーズダメでしょ。売れたらびっくりする。そんなモデルさんとかかっこよくつけてるし、かっこいい写真とかいっぱいあるわけよ。そこで対抗できるでしょ。え、そこで対抗できない。いや、別に対抗しないでしょ。世界のイケメンたちがそうなのやるから。イケメンとかもやらない、うん、イケメン、イケメン、あなたはイケメン、君はイケメン、いけない。いけない。僕が知ってる誰よりもイケメン。おこんなどうでもいい話もういいです。プロからチャンネル登録と高評価ボタンでイケメンの奈良さん応援してあげてください。